皆さんこんにちは。3月4日金曜日の豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です。区役所本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオからお送りしております。また再放送はご覧の時間帯に放送しています。それではまずは豊島区からのお知らせです。豊島区は昭和7年10月1日に旧巣鴨町、西巣鴨町、高田町、長崎町の4つの町を合併して発足しました。90周年にあたる本年は次の10年に向けての新たなスタートの年と位置づけ、豊島区が大きく飛躍する年にするために様々な事業を展開します。記念事業を広めていくためにロゴマークを選定いたします。区民の皆さんが A から C のデザイン案の中から豊島区政施行90周年記念ロゴとしてふさわしいと感じるものを一つ選んでください。 A 案は100周年に向けて区民一人一人が笑顔で暮らせる街であることを90にあしらった表情で表しています。区木ソメイヨシノの花びらをモチーフに SDGs カラー17色で表しています。B 案は90周年は100周年への通過点であり、過去、現在、未来へと成長し駆け抜けていくイメージを豊島区のシンボルマークと汽船で表現しています。 C 案はフクロウをモチーフに使用し目が90になっています。翼を都市まで形作ることで豊島区が羽ばたく鳥の形であることと100周年に向けて羽ばたくという意味を込めています。なおこのアンケートは豊島区民の方が投票できます。豊島区ホームページからご回答いただくほか、豊島区役所1階、東西区民事務所、各図書館、各区民広場、各地域文化創造館にある専用用紙でも投票できます。期間は3月15日火曜日までです。ぜひご協力ください。3月から4月は引っ越しに関する窓口が非常に混雑します。豊島区から転出される方は郵送での転出の手続きができます。またマイナンバーカードをお持ちの方は電子申請による転出届ができる場合があります。住居表示の届出など他にも来庁しなくてもできる手続きがあります。総合窓口化は一部を除き土曜日曜日も手続きできます。平日は区民事務所でも手続きできます。郵送でできる手続きや休日窓口、区民事務所でできる手続きなどについては詳しくは区ホームページをご覧ください。窓口の3密回避対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、東京都にまん延防止等重点措置が適用されました。不要不急の外出はお控えください。会食する場合は4人以内にしましょう。マスク着用、こまめな手洗いなど感染予防行動を続けましょう。豊島区の対応につきましてはホームページをご確認ください。以上お知らせでした。それでは本日の番組スタートです。皆さんは着衣着火という言葉を聞いたことがありますか？実はこの着衣着火というのが火災の原因の中でも怪我に直結する可能性が高いそうです。一体どんな風に起きてしまうのか、また着衣着火による火災を防ぐにはどんなことに気をつけて対策をすればいいのか、今日は詳しく伺っていきます。それでは本日のゲストをご紹介いたします。豊島消防署地域防災担当副主任の小林めぐみさんです。小林さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では早速なんですが、はい、この着衣着火というのは一体どういった現象なのでしょうか？はい、着衣着火とは漢字で書いた通り、着衣はこの着ている洋服に着火、火がつく、火が燃え移るということを言います。はい、はい、皆さんの生活の中で身近なもので例えると、調理中にのコンロの火が袖口に燃え移ったりすること、
が挙げられます。うーん、はい、洋服は肌に触れていますし、素材によっては火があっという間に広がりますので、大やけどを負ってしまう可能性が非常に高く危険なものなんです。なるほど、とても怖いですね、はい。まあ、今のようにまだまだ寒い時期には、まあ、家の中でも厚着していることって多いですもんね、はい。まあ、余計にその危険性が高いのではないのでしょうか。はい、その通りです。半袖であれば袖口から燃え広がるっていうことは少ないかと思いますし、そもそも半袖であれば肌で火の暑さを感じますので、はい、直に腕が火に近づくことはないかと思います、うん、はいはい。また厚手の長袖の服を着ている場合は、うん、着火したことに気がつかない場合もありますので、大変危険になっております。うーん、なるほど、はい。では、ここで着衣着火をしてしまった時、火がどんな風に広がってしまうのか実験した映像があるので、こちらをご覧ください。はい、表現フラッシュ現象。はい、こちら表面フラッシュ現象とは、一瞬で着衣の表面に火が広がることを言います。はい、はい、着ている洋服の表面に調理器具などの火が当たって燃え広がっていくことですね。はい、はい、今火がつきました。うーん、なるほど、はい、一瞬でですね、はい、一瞬で背中全体に広がったと思います。はい、と今火が一瞬に広がってるようなんですが、目では見づらいですね。はい、左側の熱画像の映像だと分かりやすいと思うんですが、背中全体に熱が伝わっているのが分かると思います。うん、なるほど、まあ、想像してたよりすごく本当に火の周りが早くて驚いたんですが、はい、まあ、本当に目で見えづらいなと感じました。はい、また1回ついた火は自然には消えずに上に上にと広がってしまいますので、はいはい、頭部に火傷を負ってしまう原因にもつながります。なるほど、怖いですね。この着衣着火を防ぐにはどうしたらいいんですか。なんか対策ってありますか。はい、今のようにまだ寒い時期はですね、はい、毛足の長いセーターなどを着ている方も多いと思いますので、はい、燃えやすい素材の洋服を着たままの調理は避けてください、はい、調理中には着ないようにした方がいいですね。はい、他にも何かポイントってありますか。はい、一番大切なことで、台所など火を使う周りはですね、整理整頓をしていただきたいと思います。なるほど、整理整頓というと片付ける上でポイントって何かありますか。はい、一つご質問ですが、ご自宅調理器具、はい、あ、ごめんなさい、調味料とか布巾ってどこに置いてますか。はい、もう本当にコンロのすぐ隣とかそばに置いてます。はい、はい、そういったご家庭多いかと思うんですけども、はい、便利なので、はいはい、なのでその調味料をそのコンロの火の向こう側に置いてたりしますと、はい、その調理中に取る際に袖口にコンロの火が燃えてしまうことがありますので、はい、その火の周りに置かないのはもちろん、その配置にも十分注意していただきたいと思います。なるほど、ちょっと家帰ったらすぐに整理整頓します。はい、お願いします。はい、また、先ほど燃えやすい素材の洋服を着たまま調理してしまっている人は要注意というお話がありましたが、どんな素材の服なら大丈夫なんですか。はい、防炎加工された布で作られた製品がありまして、うん、はい、キッチンで使うものですとエプロンだとかアームカバーというものがあります、うん、はい、それ以外ではカーペットとかのカーテンなどもですね、売られておりますので、はい、そういった製品には認可されたマーク、認可マーク、防炎マークというものタグがついておりますので、はい、そちらをご確認お願いいたします。はい、今こちら画面に出ているマークですね、こういったマークがついているということです。はい、では防炎加工がされた、生地にはどの程度効果があるのか気になるところですが、こちらも実験映像があるので一緒に見ていきましょう。はい、こちらが実験映像ですね。はいはい、防炎製品と普通の製品の実験をします。はい、で大きい画像の方は防炎製品、うん、左下の小さいものは普通の防炎製品ではない布で実験をしています。はい、花火の火を使ってますね。うん、あ、確かにあの防炎製品の方は袖口が焦げてるだけですよね。はい、はい、消えましたね。はい、普通の布の方は、はい、火が続いてますね。うーん、確かに
こんなにも差があるものなんですか、はい、ちょっとすごく驚いてしまったんですが、はい、今日はスタジオに実際に望遠製品の実物をお持ちいただいているということですよね、はい、こちらが実物になります。ご覧ください。これは、はい、何ですか。緑色の方がエプロンになりまして、はい、紺色の方がアームカバーになります。はい、それではちょっとアームカバーの方をはめさせていただきます。はい、はい、こちらですね、はい、こう片っぽこうはめてみて、はい、あ、これうちの母がこれを使って天ぷら作ってました、はい、確かに、あ、これだとすごく、はい、そうですね、この辺とか邪魔にならなくていいですね、はい、袖口が広い洋服でも毛足の長い服でも、はい、これをつけていただくことによって、はい、まあ、スマートになって作業もしやすいし、うん、火に近づくことも減るかと思います。はい、そしてこのエプロンなんですが、あ、こちらも望遠加工がされているということですね。はい、はい、その通りです。はい、確認していただくのにタグがついてますので、はい、内側をご覧ください。そうですね、こちらにこのようなタグがしっかりとつけられています。はい、ではこういった、望遠加工がされた製品はどこで手に入れることができるんですか。はい、はい、意識して探していただきますと、はい、意外にいろんなお店で見かけることができまして、はい、身近なところですとホームセンター、それからインターネット上ですね、はい、うん、こういったところでエプロンとかアームカバーが購入できますので、はい、ぜひ商品のご購入とか活用をご検討いただきたいと思います。はい、ホームセンターやインターネットなどで手に入れることができるということで、ちょっと私こういったものを一つも持ってないので、はい、しっかりちょっと購入したいなと思いました。はい、ぜひ使ってみてください。ただちょっと消防署では販売は行ってませんので、はいはい、十分注意してください。はい、かしこまりました、はい、では番組はまだまだ続きますが、ここで一旦造形美術学校の学生作品をご覧ください。よう、俺コロナくん。今世間を騒がせているコロナウイルスだ。都会で感染拡大させるぞ。お、今回は人間がたくさんいる。前来た時は人間が全く見つからなかったからな。人間がいない。どこだ、どこだ、どこだ。あん時は大変だったぜ。ま、今回は選び放題だけどな。よし、あいつにしよう。油断したな人間、覚悟しろ。マスク、くっ、マスクに防がれたか。お、あそこに隙間がある。あの隙間から侵入すれば。うわー、チクショー、マスクなんか嫌いだ。くっ、くそ。ふう、なんとか手にくっつけた。お、おい、まさか。じゃじゃーん。
上、造形美術学校の学生作品をご覧いただきました。さて小林さん、ここ数年火災の件数は減少傾向にあるとお聞きしました。はい、その通りで火災の件数自体は減少傾向にあります、はい、ただその一方で火災が起きてしまった時に亡くなる方の数がほとんど減っていないのが現状です。なるほど。その背景にはどういった事情があるんですか。はい、火災により亡くなってしまう方の多くは高齢期の方です。火災が起きたことに気がつくのが遅れてしまい、同時に避難も遅れてしまっています。はい、今年に入ってからも豊島区内で一人暮らしの高齢の男性が亡くなってしまうという痛ましい火災が発生しております。はいはい、火災は未然に防ぐことはもちろんですが、起きてしまった時に早期に発見して被害を最小限に抑える工夫、普段からの対策がとても重要なんです。そのためにはどんな対策が必要なんでしょうか。はい、火災自体の件数を減らすことがもちろんなんですけれども、はい、早い避難を可能にするためにまずは住宅用火災警報器をきちんと設置してください。はい、はい、それによってですね、本人が火災に気がつくこともできますし、警報音を聞いて周囲の人が気がついて119番通報をしてくれるというケースもあります。なるほど、本人が火災に気づくだけではなく周りの人にも異変が分かるようにというのがポイントですよね。はい、そういえば私の自宅の天井にも火災警報器、報知器、はい、ついてた気がするんですけど、はい、電池がもしかして切れてるかもしれないです。そうでしたか。はい、ではですね、簡単に点検ができますので、はい、住宅用火災警報器のボタンを押したり紐を引っ張ったりすることによって、はい、しっかり作動するかどうかの点検ができますので、はい、定期的に確認しておいていただきたいと思います。でこちら10年前から義務化されておりますので、はい、設置から10年が経過した今、住宅用火災警報器の機器の本体の交換を推奨しておりますので、はい、今一度ご確認をお願いいたします。なるほど、普段からのメンテナンスも大切ということなんですね。はい、はい、ではぜひ皆さんも、ね、自宅の方で確認など作業してみてください。はい、この火災を未然に防ぐために消防署でも行っている取り組みがあるんですよね。はい、消防署では住まいの防火防災診断を実施しております、はいはい、こちら私たち消防署の職員が家庭を訪問しまして、生活環境や物の配置などを防災の観点で不安がないかどうかを診断させていただきます。はいはい、火災現状を見ている経験からですね、改善に向けてのアドバイスをさせていただきたいと思います。はい、住まいの防災診断を受けたい方は今画面に出ています消防署の電話番号にご相談ください。豊島消防署と池袋消防署2つあるようなんですが、こちらはお住まいの地域によって相談窓口が違うということですか。はい、大まかに紹介させていただきますが、豊島区を山手線の線路で区切って東側が豊島消防署、それから西側が池袋消防署になります。はい、境目で分かりづらい方もですね、お気軽にご連絡いただければと思います。はい、今はこちらに出ています豊島消防署または池袋消防署の方にご連絡をお願いいたします。はい、では小林さん、今日はありがとうございました。はい、はい、最後に視聴者の方にメッセージをお願いいたします。はい、はい、3月7日まで春の火災予防運動を実施しております。この機会にですね、身の回りの整理整頓や住宅用火災警報器の設置状況を確認していただきたいと思います。はい、皆さん今日はさまざま火災防災についてお伺いしてきました。本日のゲストは豊島消防署地域防災担当副主任の小林めぐみさんでした。小林さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは今日はこの辺で失礼いたします。明日の豊島情報スクエアもどうぞお楽しみに。それではさようなら。